今朝の道内は放射冷却現象の影響で冷え込み、4つの地点で今シーズン初めて0度を下回る冬日となるなど、各地で寒い朝となりました。幻想的な毛荒らしが現れたのは上志保町のぬかびら湖です。今朝ぬかびらではマイナス1.1度と全国一番の寒さとなりました。 また南富良野町生虎でもマイナス0.7度と道内4つの地点で今シーズン初めて0度を下回る冬日となり各地で冷え込みが強まりました。札幌でも今今朝のの最低気温が度ととシーズン一番の寒さとなり、 大通公園では朝からマフラーを巻いたり厚手のコートを着て歩く人たちの姿が目立ちました。午後は全的にに気温が上がが上り朝との寒暖差に注意が必要です